どっちで行くか悩んでんね今。あのな、今日を座るベンチは巨人側なのよ。って言葉やで。どうし、巨人のあれで行くか、愛樹のファンの方にもらったさ、この阪神のユニフォーム、めっちゃかっこいいよ。ピンクで可愛いし、後ろな、愛秋って書いて、4月16日生まれの。みんなどうしたらいいと思う？もう、分かれへんねんな、今。だから2個1を持っていこうと思ってんねん。後決める。後決める。さあここから恒例になりつつあるあやきの爆食が始まります。応援しに来てるのか、それとも爆食しに来てるのか、どっちか分かりません。ということで唐揚げ食べたいなと早速言ってるところなんですけども、ビールを買いました。なんてことでしょうか。わい、はい、乾杯。ということで一口目のこのビールの美味しさ、みんな分かります？この美味しさか、たまるなーっていう顔しますね。はい、たまりません、たまりません、うまー言ってますね肉祭りみたいなのやってるんですかね、知らんけど、この照り具合、美味しそう、揚げ具合、間違えた、照り具合ではない。ということでいただきます。もうこの唐揚げね、もうびっくりするぐらい美味しかった。もうなんかもうね、びっくりするぐらい美味しかった、2回言っちゃう。からのビール飲みます。昔はね全然飲まれへんかったのに、今はビールがないと生きていけないという、いやそれは言い過ぎかなという感じなんですけども、いやそもそもどんな感じやねんっていうところなんですけども、ちょっとなんかもうこれ見てたらお腹空いたから、ちょっとおにぎり食べていいですか、すいませんすいません、おにぎり食べながら、おいしい、すいません。ということでおにぎり食べてる場合ちゃうぞってね、観戦もちゃんとするよって、それがメインやぞってね。はい、まだ試合は始まってないけど一緒に見ていきましょう。さあこの曲素晴らしいですよね。君が代は真面目に斉唱します、ふざけません、伝統の一戦、今から戦います。そういう時にね、おふざけもちょっとね、あの真面目な時は真面目に、ふざける時はふざける、はい、ちゃんとメリハリつけてねやっていかないとね、この何って思われちゃうからね、まあ、何を思われてもいいんだけどな、基本はな、これは大事やで。はい、ということで再び食べまーす。はい、あやきの時間が来ました。ヘイヘイポンポン、お寿司まで、はい、みんな注目に味方向けて、この焼き鳥めっちゃ美味しかったです。なんかね、もうほんまにあの炭火の味がめっちゃ濃いめにあのどんどん来てて、めっちゃ美味しかったです。最高。ということでここでチューハイも挟んじゃいます。おいおいおっさんかい。ということでね、ちょっと濃かったですね。いつもビール派の私からしたらちょっと濃いって言ってますね。はい、イカも食べます。まだまだ食べます、そんなものという感じでね、すっごいこのイカもねコリコリしててね、つまみにはいいですね。はい、まだ30代です。ということでもぐ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 食べてるんですけれども、
このね、やっぱり感染しながらこうやってね食べるっていうのね、本当にね食べて飲んでも幸せでしかないですね。でね、お寿司もね、ちょっと奮発しちゃいました。ふう、ダイエットは明日からイエーイということで、大好きなイクラがパクッチ、指舐めるな指舐めるな、はい、ということで感染もちゃんとして、さあ打って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 ホームラン、ウェイちょっと、はい、もう食欲がもう暴走しております。もうこれこうなってくるとね、もう止められません。え、誰も止められません。どんな人でも止められません。アイグの食欲はですね、本当に、偉大でありましてですね、誰もが恐るべし、恐怖を持って、何が言いたいかわからないところで私はドローンします。あやきボイスでした。バイ。再び登場、失礼おま、すんません、ビール2杯目です。はい、また出てきましたけれども、なんでまたボイスが出てきましたかと言いますと、なんか喋った方がいいかなと思って、はい。でね、私はグビグビ言ってますけどもね、ゲンちゃんはお酒飲めません。その分ね、アイジがいっぱい飲むから、みんな安心して、はい、安心して、ということで後半戦はね、すごい盛り上がりで、すごい声援なのよ、楽しいわ。はい、ということで、ちょっとどっちなん、どっちなの、え、入ったの入ってないのどっちなのの審査が入ってますね。それでね、まあ考えてるふりして、なんかもう考えてるふりだけはうまいんですよね。お前考えてんのかいって感じなんですけど、うんうんうんみたいな、分かったふりして、うん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 言ってますねはい、この顔が白々しいですね。はい、これはね、完全にお腹いっぱいの顔ですね。はい、何も考えてない、アウトやアウトや言ってますけど、枝豆はね、やっぱ食べますよね。終盤になってくるとね、枝豆食べないといけないっていう、そういうシステムがあります。はい、で絶対にこう枝豆はね、終盤になってくると食べましょう、みんな。でこうやって枝豆の皮を振りましょう。はい、でビール飲みましょう。楽しかったな。
しいですな、はい、今度東京ドーム行きます。今度東京ドーム行きます。東京ドームに応援しに行きます。その時はどうしようかな。どっち応援とかあんまないけどな。とりあえず楽しかったです。今日食べた。今からいっぱい混雑の中帰ります。今日も見てくれてありがとう。バイバイ。早起きでした。